さあ始まりました将棋バーチャンネルということで、今回見ていくのが第36期竜王戦7番勝負の第1局、開幕局になります。さあこちら藤井聡太竜王に挑戦するのは同学年ですね。もう子供の頃から将棋でね、対局してきた伊藤匠七段ということで、非常に楽しみな対局になりました。伊藤七段は初タイトルのタイトル戦が初挑戦ですね。それがね、藤井聡太竜王という同学年の人と当たる、これからしのぎを削っていく関係になるでしょう。振り駒の結果、こちら先手が伊藤匠七段、そして後手が藤井聡太竜王となってます。よろしくお願いします。さあ、初手が2六歩と居飛車で来るということで、後手の藤井竜王も8四歩と、このあたりは居飛車党のオープニング、ここのね、次の一手で戦型がどうなっていくのかというところで、本譜は7八金と相掛かり志向、変えて7六歩だと、角換わり志向ですね。さあ、本譜は3二金と、後手も受けていき、3八銀に7二金と、このあたりはね、大体前例がある形になってくるんですけど、ここで端歩をね、一旦打診をしていく。そして5二玉と、さらに先手が1六歩とね、端歩を両方ついて、後手の出方を伺ってくるというところでしたね。こちらは受けていくというところで、さあ4六歩と、銀を使いやすくしていくわけですが、7四歩と、こちらもね、ついていき、4七銀と銀を早めに繰り出していきますが、ここで9四歩と端をね、受け返してくるというところで、結果的には端を突き越すんではなくて、お互い端を突き合う形になっていきます。さあ、ここで7六歩と角道を開ける手に対しては、後手も3四歩と角道をね、開けていくというところです。いやー、これね、この将棋の特徴としては、お互い飛車先の歩を交換をしないですというところ、保留をしていって、まだ駒組みを進めていっていくというのがちょっと特徴的でしたけども、さらにね、ここでも先手が7七角と上がって飛車先の歩の交換を止めるというところでしたね。さあ、ここの角上がりに対しては、すぐさま同角成と、角交換をしていき、本譜は同金と、応じていくというところですね。この対局自体、この進行自体、藤井聡太竜王がね、前例を自身が戦って、NHK 杯の佐々木勇気七段との前例通り進んでいるというところ、同じ格好というところになるんですけれども、7三桂とね、跳ねていって、先手の5五角のラインがありますからね、このあたりは止めておくというところですが、本譜はここで6六歩と、桂馬のね、6五桂を止めていったというところでした。変えて5六銀というのが佐々木七段、今8段ですけども、こちらの前例というところでしたね。さあ、本譜は6六歩とついていって、佐々木七段戦では3三金と、藤井竜王自身も上がっていく形だったんですが、本譜はね、2二銀と、ここで前例を変えていく風なのを、藤井聡太竜王が選んできたと。これは3三金型より比べて、次の3三銀さえできてしまえば形がね、いいまま、ちょっとやはり金上ずってますから、こういう形、現代調ではあるんですけども、後手、ゆとりがあるならば、3三銀型の方が形よく組めるというところになるので、ここを3三銀を先手は許さないとするならば、ここで動いていくということで、本譜はこの瞬間に2四歩と、飛車先の歩を交換しに行きます。同歩、同飛、と走っていきましたね。後手はここ金銀並んでいるので、特に今は飛車先受ける必要ないですから、ここで後手も一歩ね、手に入れましたから、8六歩と指していき、同歩に
8五歩とね、まあ、継ぎ歩で迫っていくというところですけれども、なんと、まあ、ここでね、まあ、先手も7五歩と、まあ、攻め合いに出るというところで、いやー、早くもね、まあ、バチバチと戦いが火花を散らしていますけれども。さあ、本譜、この7五歩に対しては、ここは8六とね、まあ、取り込むと。まあ、というのも、まあ、相手してしまうと、この系統がね、もちろん、空いてしまいますから、これは先手にやられますからね。なので、本譜は8六歩とね、まあ、取り込んでいくというところで、まあ、これに対して歩成りが残りますから、8八歩と受けていく。いや、しかしね、まあ、ここまでの進行で、まあ、お互い時間をさほど使っていないですから、おそらく想定している、まあ、研究の範囲内という進行になっているね。まあ、非常に、まあ、こういったも小競り合いまでも含めて研究が進んでいるというね、恐ろしい、まあ、現代将棋ですよね。さあ、本譜はここで8を飛車と浮いて、桂頭を飛車で守っていくということになっていきますが、7四歩と取り込んでいき、同飛車としてから、ここで5六角打ちと、まあ、筋違い角ですね。まあ、打つんですが、ここがね、まあ、飛車取りと、まあ、かつ、こちら右側にも効く、非常に働きがありそうな、この角打ちというところです。いやー、これでね、まあ、系統も狙いつつというところで、まあ、ここはね、まあ、非常に時間も使わずここまで進んでいき、で、もちろんこの5六角に対しても、わずか4分で7五と、まあ、かわしていったわけですね。まあ、横に逃げるか縦に逃げるかと、いうところはあるんですけれども、まあ、本譜はね、より積極的に7五飛車という縦で使うことを選んできたと。さあ、これに対してはね、まあもちろん、まあ、縦で使う意図がありますので、先手としても、ここは一度ね、受ける6八銀とね、まあ、飛車の当たりをかわすということです。というのも、まあこれはね、まあ7四歩と、つきたいところですが、桂馬を跳ねてきたときに、この金取りになってきて、本来はかわしていきたいんですが、ここでかわすと銀を取られてしまうということですね。まあ、かといって、まあ、引いてしまうようでは、歩がね、まあ、7六と垂らされてしまって、これはちょっと、先手陣耐えられないということですから、まあ、ここで後手が縦に使ってくるということであれば、先手はそれを先受けする。まあ、6八銀とね、まあ、飛車の筋を交わして、次こそ7四歩と、まあ、放っていくぞ、ということです。さあ、ここからのね、まあ、藤井竜王の手の作り方、ちょっとおしゃれでしたね。早速見ていきたいんですが、ここで、8七歩成と、まあ、軽く成り捨てていきます。まあ、同金、同歩、どちらも取りにくい。というのも、同金で取れば、やはり7八角とね、回していくと。まあ、取れば飛車なるということなので、まあ、かといってね、まあ、同歩は空間が空くんですけども、本譜はやはりここをね、強く同歩とね、まあ、応じていきました。まあ、この同歩に対してわずか4分ですので、まあ、これもおそらく同金同歩は事前でどちらで取るのかというところもね、まあ、研究されていたんでしょうね。まあ、空間が空いたので、まあ、角なり、歩なりね、まあ、8八の地点に打ち込めるということなんですが、ここでじっと3三桂というのが藤井聡太竜王、まあ、20分で指した手ということですね。というのも、後手の飛車、実はね、よく見るとちょっと狭いんですよね。なので、まあ、ここで攻めに行くことも可能ではあるんですが、まあ、飛車をね、ちょっと追われていった際の逃げ場所が非常にね、悩ましいと、仮に、まあ、横に逃げていくと、まあ、下がれないですし、まあ、ここね、まあ、5五に行くしかないんですが、まあ、ちょっとね、飛車を追われる展開になる可能性が出てきますから、本譜、ここで急がずにね、じっと3三桂とね、まあ、跳ねることによって、場合によっては2五飛車と、まあ、ぶつけることができるようになって、飛車の、まあ、逃げ場所もね、作ったよということですね。さあ、この3三桂に対して、まあ、ここで、
先手がなんと1五歩とね、端歩をついていくという非常に積極的に、まあ仕掛けていくんですが、まあここで手が止まったのが藤井聡太竜王。まあ先に手が止まりましたね。65分考慮して、ここで8八角と、まあ攻めていったわけです。というのもこれ取ってしまうと、まあ先手からのね、まあ攻めが少しうるさいなと。まあ変化の一例ですけども、まあ桂頭を攻められて、まあ桂馬を跳ねれるんですが、8六とね、かわすっていくと、この6八銀の効果と5六角の効果で飛車が縦になれませんからね。まあ横に行くしかないんですけれども、まあこうなっていくと7三歩成から、まあ一例ですが馬を作ることもできるということですね。戻りまして、まあなので1五歩を相手すると先手からの攻めが来るということですから、本譜はここでね、まあ、65分考えて攻めるということで、まあ、8八角と打っていきました。さあ、これに対しては44分、まあ少し長考返しですかね。考えた結果、9七香と上がっていったんですよね。まあ昼休みプラス44分ですから、まあ香車を上がっていくという選択を選んでいきました。いや、これはね、少し、まあ逃げていくようなんですけれども、まあ実際手を渡しても後手から有効な攻めがないという風ですかね。まあ仮に1四から攻め合うというところも一つ考えられるところではあったんですけれどもね。まあ2三歩と、やっぱり飛車先を一度止めておいてからね、まあ香車を取るような手順も考えられたんですが、いつでも歩成から香車が手に入ってしまいますからね。まあそのあたり少し気にしたのかもしれません。さあ本譜は香車を逃げていったわけですけども、まあ実際ここで後手からね、まあ有効な手がなければ、まあ駒をタダで取られないようになりますからね。さあこのね、香上がりに対しても、まあ49分考えて後手の藤井竜王が指した手というのがこちらね、いや1号歩でしたね。まあならばと後手もここでじっとね、まあ1号歩を取り返しますよということで、先手から何か手があるんですかと言わんばかりのね、まあ、応酬でした。まあ、先ほどね、端歩相手すると先手からの攻めがうるさいとは言ったんですけれども、まあ、こうなると角がもう動いているので、一例としてね、行ったとしても、まあ、まだまだね、桂馬を跳ねて後手も十分な姿勢で戦えると、まあ、こうなっても5五と逃げておけば、先ほど、まあ、これ馬作れますよとは言ったんですが、まあ、7二歩で止めておいて、特にね、現状崩れるわけじゃないですから、まあ、飛車を追うにしても、ちょっと追い方難しいですよね。歩をついてしまうと、馬の引き場所がね、なかなか悩ましくなるし、かといって銀で行ってしまうと、2号のね、飛車ぶつけが、ちょっと銀が上ずった瞬間なので、まあ、飛車をね、まあ、守りが薄くなった瞬間にぶつけられる、などで後手も戦っていけますから、戻りまして、ここでね、先手としても攻めていくのはちょっと難しかったということでしょうかね。129分の大長考して指した手というのが4五歩という手でした。いや、これはもう飛車のね、まあ、ぶつけをさせませんよと、まあ、飛車の横撃を一度止めるというところと、まあ、場合によっては4四歩として王様の飛びもね、狙って、まあ、3四角の飛び出しなどもありますから、まあ、2時間ちょっと考えての4五歩というところだったんですけども、まあ、この4五歩を許さなかったのが藤井聡太竜王でしたね。まあ、これに対しては7六歩と、まずは金を叩いていき、8六金と上ずらせたところで、4号飛車とね、まあ、先ほど指した歩を、まあ、かすめ取っていくという手順を選んで、まあ、4号歩は成立させないということでしたね。相手の狙いを、まあ、許さないということでした。いやー、この手で1日目が終了ということでしたが、まあ、1日目の詳しい解説は、また昨日上げてますので、よければ概要欄とかリンクで、ここまでの変化で詳しい変化見たい方は、そちらの動画見ていただければと思います。それでは封じてどうなったのか見ていきましょう。このチャンネルで予想してたのと、まあその他多くはね、やはり7、6と、まあこの歩を払っていくのではないかという予想だったんですが、いや違いましたね。本譜の封じではなんと3、6銀と
銀を上がる手でした。いや、これにはね、なかなか当たらないじゃないかというのもありましたけども、伊藤匠七段、本譜は先手番ということもあって、非常にアグレッシブに、まあ、攻めの姿勢を見せていますね。さあ、飛車取りなんですけれども、これに対しては、やはりちょっと想定外だったんでしょうか。まあ、33分、まあ、考えていったというところで、まあ、逆に言うと、まあ、30分ちょっとで指せるという内容だったのか、まあ、藤井聡太竜は読みのスピード、正確性、やはり定評がありますからね。まあ、33分で指した手が、4六飛と、まずはかわす手でした。これに対して、まあ、3六と上がった狙いが、ここですね。また4七銀と戻っていったということです。まあ、これで飛車がね、まあ、4五など戻れば、千日手をね、狙っていけるぞということですけど、もちろん、まあ、千日手にする理由もないので、本譜はここで5六飛車と、まあ、ズバッとね、まあ、角と飛車交換をしていくということです。さあ、これはね、まあ、54分考えての踏み込みですから、ある程度この後の組み立ても見越していると。さあ、5六飛に対しては同銀と、まずは、まあ、これは取るんですけども、ここで手堅く2三歩と飛車先を止めに行きました。いや、先手としてもね、やはりいつかこの桂馬を取りに行けば、まあ、7四歩などで桂馬を取れば、まあ、4四歩、同歩からの3六桂とかでね、まあ、ぴょんぴょんと攻めていくと、この飛車先が通っていけば、まあ、いずれね、飛車なりの筋も出てくるので、ここで手堅くね、2三歩と、まあ、飛車先を抑え込むという展開でした。まあ、これはね、素直に、まあ、下に引いていく手もあったと思いますけども、まあ、こうなると飛車が縦封じられましたので、横の守りの方をメインに働くことになりますからね。まあ、本譜は強く3四飛とね、やはりこれもアグレッシブで、もう攻め重視ですね。まあ、先手番ということもあって、まあ、これ決めてたんでしょうかね。今までの棋風としては、伊藤匠七段、比較的受けの方を指しているイメージだったんですが、本譜はね、アグレッシブに、駒を動かしているというところですね。まあ、しかし、ここで、この瞬間に、後手から7八角と、まあ、非常に気持ちのいい角が放たれていって、というのもこれはね、まあ、遠く飛車のラインを睨んでますから、5六の銀がちょっと動けないぞという角になるし、まあ、すぐには桂馬を取るという狙いもありますので、まあ、攻め合いを選んできたならば、後手も攻め合っていきますよということです。さあ、先手としても攻め合いを見せたので、まあ、7四歩と桂頭を攻めてはいくんですけども、8九角成と、それに対して7三歩成と、お互い桂馬を取り合っていきます。さあ、同銀としていくんですが、ここで取った桂馬を6五桂とね、まあ、さらに放っていきました。まあ、一見歩でもね、良さそうなんですけども、ここに歩を打ってしまうと、自分の下の横利きが、ちょっとね、効かなくなってしまうということですので、本譜は桂馬で、まあ、攻めていきました。6二銀と引いた手に対して、ここで7四飛とね、まあ、横に使っていく狙いですね。まあ、飛車をビュンビュンと動かしていって、そして守りにはね、まあ、この7七歩成も、まあ、飛車の利きも使って受けられるぞという狙いがあります。いやー、しかしね、まあ、こう受けてくるという飛車の使い方、まあ、攻防に働かしてきたんですけれども、藤井聡太竜王もね、やはりここでうまく攻防の手を放っていきました。その手というのがこちらでしたね。4五桂とね、跳ねていく。これは王様の懐を広げる、まあ、守りの手も、としてもね、価値は高いんですが、これが馬のラインが効いているので、同銀と取ってしまえば、同馬がね、残りますから、実は取れないんですよね。かといって、このね、まあ、玉頭にも狙いを定めている、この威力のところを、まあ、上から押さえてしまえば、あっという間に寄せやすくなりますから、いやー、こういう風にして、まあ、攻防手には攻防手と、より厳しく迫っていって、まあ、手厚くね、まあ、攻めを実現させていきましたね。というのも、この桂馬を跳ねないで、
まあ、攻めていくことも実はまあ可能ではあるんですけども、まあ、同銀に同角成としていって同飛車と取られるんですが、7六歩という手がありますので、まあ、同飛車ならば6四桂とね、まあ、このポジションを狙って、まあ、技をかけていけるし、同金ならば8八銀などでね、まあ、一応攻めはつながるんですけども、まあ、少し軽いというところを見たんでしょうね。本譜はここで4五桂と桂馬を足すことによって、まあ、7七歩成で銀がいなくなれば5七の地点5七桂成などでね、玉頭を抑える非常に価値の高い手が実現できますので、手厚く駒を盤上をね、まあ、使って相手玉に迫っていく流れとなっていきました。さあ桂馬が跳ねられてちょっと苦しくなってしまったか、ここで95分の長考をして本譜は7六金と粘っていきます。まあ、この歩成りをね、まあ、実現させないようにしていくんですが、まあ、取ったこの金の形がちょうど6四桂とね、まあ、桂馬で両取りをかかる位置になっていく。いやー、藤井聡太竜王の技が次々にね、まあ、決まっていくというよりか、まあ、分かっていながらも、まあ、やはり歩成りをね、まあ、防ぐためには取るしかなかったということですね。さあ、この6四桂の両取りを食らってはくるんですけれども、まあ、もちろんこれに対してはね、まあ、分かっていますから、まあ、ここでなんとか攻め合いできるかどうかということです。本譜はここで4四歩と、まあ、こちらから攻めていきましたね。というのも、まあ、7三桂成などで、まあ、こちらから飛車をね使って攻めていく手などは一応やはり自然には見えるんですけれども、まあ、5、6桂などで攻め合いをされてしまうと、まあ、銀を取ってね、まあ、突破はできるとはいえ、まあ、これ以上がね、手が難しいと言いますか、まあ、同歩と、まあ、払っていくと、5、7銀などで絡まれて上を押さえつけられるし、かといって攻め合い、7、1飛車などでね、まあ、攻め合いをしたいんですけれども、まあ、桂成がね、非常に早い一手になってくるということで、まあ、一例ですが、まあ、どんどんね、まあ、迫っていけるということですね。まあ、ちょっと駒が足りないですよね。まあ、4一銀などで王手はできるんですが、これ以上ね、迫る手段がないんですよ。まあ、駒がないんでね、まあ、こういう風に迫る手順などは、まあ、あるんですが、まあ、やはりいかんせん、一見流の形を作ることはできたとしても、逃げられて持ち駒が銀なので、問い詰めることができないことになりますし、まあ、5一飛車成などでね、まあ、じっと寄ってしまうと、まあ、5七からね、まあ、これは比較的よく出る詰め形なので、まあ、わかりやすいですけども、王様両手に対して決め手の4九馬というね、まあ、こういう寄せの手筋が炸裂するわけですよね。なので、ちょっと遠回りしてしまいましたが、まあ、この局面で7三桂成から、まあ、攻めていくのは、やはり速度的にも勝てない。ということで、本譜は4四歩とね、まあ、こちらから手を作っていって、この金銀の壁系になっているところはいじらずに、これをね、まあ、狭くさせていると見て、こちらから、まあ、寄せに行くというところを選んできましたね。まあ、自然な寄せ方かと思います。さあ、本譜、まあ、小瓶なので、これに対しては同歩ともちろん応じるわけですが、ここで4六歩と、まあ、桂馬を取りに行って、まあ、桂馬を取れれば3六桂からの4四桂と跳ねる手でね、まあ、この壁を生かして、まあ、狭いところから寄せていくぞという先手もね、最後まで諦めない姿勢になっています。しかし、この桂取りに対して、じっとね、藤井聡太竜王は9七角成と、まあ、香車を補充しながら馬を作っていきましたね。いやー、最後までやはりここはもう冷静でした。さあ、本譜4五歩と、まあ、桂馬を外して、まあ、待望のね、まあ、桂馬、3六桂馬を実現できればというところなんですが、まあ、もちろんこれ桂馬取られるの、藤井竜王分かってますので、この歩がね、伸びた、この空いた空間に、今取ったばかりの香車を4六香とね、まあ、放っていくと。いや、非常に厳しい香打ちですね。まあ、歩の裏から打つ香車ですから、まあ、駒損覚悟で駒を打つしかない。ということですけども、打つ駒がね、まあ、飛車と桂馬しかないんですよね。
で、桂馬は先ほど言った3六桂がないと寄せれないし、飛車を捨てるわけにはいかないので、もうこれはね、まあ仕方ないということで、3六桂打ちとね、やはりまあ狙い通り、まあ、4四桂馬の攻めに期待をしていくんですが、これに対しても、じっと5一玉と、まあ、桂跳ねが王手にならないように早逃げをしていきます。いやー、これは非常に厳しいですね。さあ、本譜、ここで4四桂と、まあ、それでもね、まあ、ここから跳ねて攻めていくしかないんですが、ここで5六桂と、さあ、玉頭の銀をむしって、相手のね、まあ、王様に迫ってくるということです。そして、この手が詰めろなんですよね。というのも、例えば、3二とね、取って、まあ、詰めろをかけることはできるんですが、この瞬間にどうしてもね、詰まされてしまう。まあ、この強者が王様のタイル塞いでますからね。まあ、4九、強成などで迫っていってもいいし、まあ、取れば頭金ですからね。まあ、いろんな寄せ方あるかと思いますけども、金を打って、まあ、4八金、まあ、引きまでですかね。というね、まあ、ちょっとまあ、わかりやすい詰めろがかかっている状態になってますから、この5六桂はさすがに無視できないんですよね。なので、本譜は同歩と応じるわけですが、ここで4九香成と、まあ、金を剥がしていき、同玉に、上から4七銀と押さえる手を見て、伊藤匠七段の投了となりましたね。いやー、蓋を開けてみればね、終盤は藤井聡太竜王の盤石の勝ち方ということでしたが、先手番となったね、伊藤匠七段、初めてのタイトル戦とはいえ、非常にアグレッシブな攻めの姿勢を見せてくれたので、攻め合いのね、面白い将棋、盛り上がっていったんではないでしょうか。棋風はね、ちょっと受け将棋かなと思ったんですが、この竜王戦にかける思いというのが何か伝わった気がします。さあでは、投了図以下、簡単に見ていきましょう。というのも、ちょっと金がないので、まあこのね、相手の金打ちを防ぐためには飛車を放つしかないんですけれども、まあ2八飛車に対しては3八歩などで横撃を止められてしまうとね、まあちょっと受け方が難しいですね。まあ取って頑張ろうとしても、5六馬などで、まあ数を足されてしまうと、まあ飛車取りに今なってますから、まあこれ仮に逃げていってしまうと、4八歩からね、まあ馬が足されましたので、まあ詰まされてしまいますよと。まあ逃げても金で数が足りてますからね。まあ飛車で取っても清算しておけば飛車金持っているので、まあ一例ですが3八飛車から頭金というところで詰み形ということで、まあ投了やむなしということですね。まあ相手玉に迫ることを王手はできるんですが、まあ王手ができるだけということになりますので、これ以上のね、王手がちょっと続かない。まあ、4三玉などで、まあ、飛車金などで斜め駒ないですし、まあ、ちょっとね、まあ、4三金などで、まあ、王手を続く形にしようとしても、まあ、2一などで逃げていけば、飛車と桂馬だけだと、ちょっと王手が続かない。そして自玉がね、まあ、ちょっと受け効かない形になりますので、まあ、4七銀で投了はやむなしかなと思います。さあ、ということでね、まあ、第1局、まあ、後手番ながら藤井聡太竜王が、まあ、見事に防衛に向けて幸先のいいスタートを切ったのかなと。第2局は藤井聡太竜王が先手となってきますのでね。まあ、続く第2局は10月の17、18と、まあ、火曜日、水曜日に行われますので、もちろんこのチャンネルでは追っていきたいと思います。藤井聡太竜王が先手番で、どのような作戦を見せてくるのか、まあ、やはり角換わりで来るのか、はたまた相掛かりなのかなどね。まあそういったところもね、戦型予想も楽しみの一つになります。ということで長くなりましたが、ここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。